こんにちは、デリッシュキッチンです。豚バラハサミキュウリのご紹介です。キュウリ3本を用意し、ヘタを落とします。2等分にしたら、端を2センチほど残し、切り込みを入れましょう。ボウルにキュウリを入れ、塩小さじ3分の1を振りかけ、揉み込みます。15分ほど置いて、水で洗い拭き取りましょう。豚バラ 200g は食べやすい大きさに切りましょう。フライパンにサラダ油大さじ2分の1を中火で熱し、豚肉を入れます。おろしにんにく小さじ2分の1を加え、色が変わるまで炒めましょう。酒大さじ1、砂糖小さじ1、オイスターソース大さじ1、醤油大さじ1を加え、水分がなくなるまで炒めます。最後にきゅうりに肉を挟めば完成です。ボリューム満点、大満足のおかずですよ。